はい、ミリシタPの皆さんお疲れさんです。サカポンです。はい、本日はですね、ミリシタのガシャの方を弾いていきたいと思いますね。でもとはいってもね、ジュールもそんな溜まってません。10連だけです。サクッと終わっちゃう感じになると思います。まあ10連だけなんでね、あんま期待できないです。期待できない。カメラマンさん出てくれればいいんですけどね。まあどうなるでしょうかね。でね、なんでガシャ回したかいいと思ったかというと、今回セリカちゃん来てるんですよね。セリカちゃんの SS レア1枚も持ってないし、なんとなく回したいんですよね、セリカちゃんのガシャ。という感じなんですよね。まあ出会いは一期一会ですから、ガシャもね。まあということでね、でページ行きたいと思います。で、本日現在開催中のガシャがギフトフォーユーガシャとなっております。カードの詳細見ていきましょう。限定としてウィズマイハート、箱崎セリカ来ております。こちらは、ビジュアル特化型センター効果エンジェルコーデ、エンジェルタイプのビジュアル値 90% アップとなっております。スキル心を込めて9秒ごとに 40% の確率で5秒間コンボボーナス 26% アップとなっております。覚醒後はこんな感じ。ピンクを基調としたね、いかにも私が贈り物ですっていう感じの背景になりますよね。そして新カードとして制服シリーズ中野谷いくちゃん来ております。いくちゃんですね。いくちゃんの方はボーカル特化型センター効果プリンセスディーバー、プリンセスタイプのみ編成時ボーカル値が 65% アップ、スキル頑張り屋さんの笑顔、11秒ごとに 40% の確率で6秒間パーフェクトのスコアが 7% アップ、コンボボーナスが 3% アップ。スキルの名前もね、いくちゃんらしい。そしてもう一人、北上麗華さん来ております。こちらの方はボーカル、もうボーカル特化型ですかね。いくちゃんと一緒ですね。センター効果エンジェルチャージ、エンジェルタイプのライフが 30% アップ、スキルお気に入りの普通、効果11秒ごとに 40% の確率で5秒間パーフェクトのライフが 3回復とかがこんな感じ。一緒ですね、制服シリーズは。はい、ということでね、泣いても笑ってもこれの10連だけです。いきたいと思います。待っていてもね、この前のガシャでね、やらかしてるからね、私結構こう運使い切ってると思うんで、まあ期待せずにいきたいと思います。それではいきたいと思います。今みんなのいい表情が取れました。これ多分金だな。はい、行きます。来た。2枚引き。嘘松井さあ、ロード入るでしょうか。続いて、あ、こっちはロード入らない、ロコですね。2枚、また引いちゃった。ロコ、もうすでに持ってます。ロコはさあ、続きまして、こちらもロードは入らない。ともか様でした。もう2枚とも持ってましたね。まあピース手に入ったからね。あとはSレアチャンスですね。アミ、あずささん、やよい、つむつむ。さあ、続きましてのSレアがラスト3枚がSレア。
お、エミリー、エミリーですね。お、セクシーのエミリー、アイユム。さあラストエスレアが、さ、誰でしょうね。あ、リッちゃん。エミリー持ってたかな。あ、全部持ってますね。微妙な結果に終わっちゃいましたね。それでもSS レア2枚ってびっくりしましたよ、ほんと。単発で引きますか。一応あと単発で引きますね。全然出ないと分かってるんだけどね、単発で。はい、まこと。じゃあ最後の単発。あかねちゃんですね。声優さん元気になるといいですけどね。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。というまたね、私のラウンジ随時メンバー募集しております。もしよろしければ説明欄に ID 書いておきます。もしよろしければご入会お願いいたします。それでは本日ももう最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。